これより最終クォーター第4クォーターに入ります。配置今度はメインスタンド側から向け左から右へ攻める格好になります。ボールオン相手陣17ヤードから愛知サーダン4パス不成功、パスインコンプリート。クォーターバック7番左に展開したワイドレシーバー86番にパスを投じましたが、このパスショートしましてパス不成功となっています。愛知ゴールデンウィングスクォーターバック7番長浜清和選手がパスを投じましたが不成功。愛知フォースダウン4、フォーメーション変えましてフィールドゴールのトライ、3対4であります。キッカーは先ほどもフィールドゴール決めました2番の毛利。キック成功、3点獲得。キック成功、愛知ゴールデンウィングス3点追加しまして13点、佐藤健介のスタンディングベアは0点、その差をさらに広げる形に成功しました。さあその素晴らしいキック力により着実にその差を広げております。愛知ゴールデンウィングスキッカー毛利、その見脚をこのキックオフでも披露します。それに対し佐藤建設リターンでこれを返す刀にすることが可能でしょうか。さあリターンに入る、プレッシャーかいくぐるように右オープンにリターナー9番展開しまして自陣25ヤード付近で外へ出ましたが、ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。キッキングチームオフサイド、ボールを蹴る前にボールの前に選手が出ていたという反則です。ただいまの反則は反則の施工方法様々にありますが、佐藤建設5ヤード下げて蹴り直す形を選択しました。従いまして愛知自陣30ヤードに下げてのキックオフやり直しです。佐藤建設リターンに入った、さあ抜けている、ナイスリターン。ここで中央突破線と9番右オープンのラインマンがいる付近を突破、ブロック力がよく自陣40ヤード付近からの攻撃という形になります。佐藤建設スタンディングベアーズリターナー9番、結果的に蹴り直す形によっていい位置を確保しました。佐藤建設35ヤードのリターン、43ヤードからのファーストダウン10となります。佐藤建設スタンディングベアーズ自身43ヤードからファーストダウン10。パス成功、パス成功、中央付近にいましたワイドレシーバー22番にパス、22番スリップしましたがこれを見事にキャッチしまして約6ヤードのゲイン。ランニングバック22番森山啓太選手にパス成功、見事なパスキャッチを見せましたのは佐藤建設22番の森山。佐藤建設スタンディングベアーズ
セカンドダウン。佐藤建設、セカンドダウン4。パス不成功。今度は右に展開した19番にパスを投じましたがキャッチミス、パス失敗となりましてサードダウンに変わります。佐藤建設スタンディングベアサードダウン、ファーストダウンまで残り5ヤード。佐藤建設サードダウン4、ボールオン自陣49ヤード。パス不成功。パスインコンプリート。ここで右に展開したワイドレシーバー13番にパスを投じましたがこのパスを愛知パスカットしまして浮いたボールなんとか13番キャッチ試みましたがしかしパス不成功に終わっています。佐藤建設スタンディングベアスフォースダウン。佐藤建設フォースダウン4、プレーを選択します。フォースダウンギャンブル、4ヤード前進試合と攻撃権を失いますがあえてここで攻撃します。パス成功。さあ判定はどうなるか。攻撃権更新、ファーストダウン。パス成功。ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。反則が発生しています。パーソナルファール、ブラック。ポイント76番アンスポーツマナーダイレクトコンタクト、ダウンはファーストダウンで15ヤード罰則です。ファーストダウン。プレー終了後の反則です。アンスポーツマナーダイレクトコンタクト、スポーツマンとしてふさわしくないラフ行為がありました。この反則によりまして罰則を受けます。プレーの施行はプレーが終わった後の段階からの施行ですので先ほどのフォースダウンギャンブル自体は成功となり攻撃権更新にはなっております。しかしそこから15ヤード下がる形になりましてのファーストダウンとなります。ホールディング、オフェンス10ヤードの罰則です。10ヤードの罰則の後にパーソナルファールを課します。先ほどのプレー2つの反則が発生しておりました。1つはオフェンスのプレー中の反則、ホールディングです。相手選手を掴んでいたという反則でした。これも反則発生地点はからの逆算してのファーストダウンは成立していますがその後にパーソナルファール、アンスポーツマンライフコンダクトがありましたのでボールデッド、そして反則が施行されたうちのそこからさらに15ヤード下がった地点でのファーストダウンという形になります。私のポーズミスです。ポーズミングはありません。
アンスポーツマンライズコンタクトのみ起こっております。罰則施行はこのままでいきます。先ほどコールの訂正がありました。ホールディングそのものは今回は採用されておりません。アンスポーツマンライフコンダクトの採用となります。ボールでとした地点から15ヤード下げられてのファーストダウン施行という形になりました。攻撃権自体は佐藤建設更新となっておりますが、陣地は自陣39ヤードからとなります。佐藤建設ファーストダウン10。何は9番ハンドオフから左オープンを展開、その総力を持ってディフェンスをまくり上げて展開しようとしましたが、佐藤建設スタンディングベアーズ、ディフェンスの集まりよく原因はほとんどありません。ランニングバック上野大輔選手の左オープンプレー、セカンドダウンとなります。佐藤建設スタンディングベアーズセカンドダウン、セカンドダウン、パス不成功、パスインコンプリート、クォーターバック、パスは不成功。17番左スプリントアウトからターゲットを探しつつパスを投じようとしましたが、ターゲット見つからずパスを投げ捨てました。佐藤建設サードダウンに変わります。佐藤建設サーダウン10。パス不成功、クォーターバック15番、ここで右に展開したレシーバーにパスを通しましたが、これは愛知ディフェンス陣がパスカット、パス不成功となりましてフォースダウンに変わります。佐藤建設スタンディングベアーズフォースダウン。しかし大きく後退しまして攻撃譲渡となります。非常に痛いミスが発生しまして、むしろ愛知大きなチャンスを得まして、相手陣12ヤードからの攻撃に愛知入ります。ゴールデンウィングスに移ります。愛知ゴールデンウィングス敵陣12ヤード付近からファーストダウン10。愛知相手陣12ヤードからファーストダウン10。ここで愛知は中央エンドランプレーを選択。何バック38番このボールを託されまして、相手ディフェンスの隙間を縫うようにそのままエンドゾーン飛び込んで立ちは38番ランニングバック神戸大輝選手タッチダウン。愛知6点獲得となりました。6点を追加、素晴らしいランでタッチダウンを挙げましたのは愛知ゴールデンウィングス38番のプレイヤー、トライフォーポイントに入ります。神戸大輝素晴らしいランプレーでした。キック9位は決まりまして1点追加、愛知ゴールデンウィングス20点、佐藤建設スタンディングベアーズ0点となりました。毛利武選手キック成功、先ほどのタッチダウンと合わせ合計7点の追加。
先ほど得点を挙げました愛知ゴールデンウィングスのキックオフで試合再開となります。佐藤建設リターンに入ります。リターナー13番右オープンに展開を図り自陣25ヤード付近からの攻撃を得ます。先ほど得点を挙げました愛知ゴールデンウィングス、キックオフボールを佐藤建設スタンディングベアーズ13番リターナー相生明人選手15ヤードのリターン、攻撃権は佐藤建設スタンディングベアーズに移ります。佐藤建設自陣26ヤードからファーストダウン10、キュービーサーククォーターバック、ここでパスを投じようとしましたが愛知ディフェンス陣が佐藤約6ヤードロスを奪われる形になりました。クォーターバック15番ターゲットを見つける間もなく殺到されるという状況になりました。7ヤードのロス。佐藤建設セカンドダウン17、ファースター。クォーターバック15番右に展開したワイドレシーバー19番にパス、19番カバーされながら見事にキャッチしまして攻撃権更新です。佐藤建設ファースター、見事パスキャッチ決めました。佐藤建設19番は近藤、ワイドレシーバー近藤誠選手へのパス、佐藤建設スタンディングベアーズファースト10。インターセプト、タッチダウン。ここでクォーターバックはランニングバックへのスクリーンパスを投じようとしました。しかしそのパスを見事なタイミングで奪い取りましたのは愛知57番、インターセプトに成立しまして、そこから一気にターン、エンドゾーンまで駆け込んでインターセプトのタッチダウンを決めました。タッチダウン、愛知ゴールデンウィングス6点獲得、そして愛知トライ4ポイント。キック成功、1点追加、愛知ゴールデンウィングス27点、佐藤建設スタンディングベアーズ0点となりました。素晴らしい反応でインターセプトリターンタッチダウンを決めましたのは愛知ゴールデンウィングス57番の鈴木。先ほどのタッチダウンと合わせましてディフェンスラインマンとしては素晴らしいビッグプレーでした。愛知ゴールデンウィングスのキックオフで試合再開となります。佐藤建設リターン、あえて反対サイドにリバースカウンターのような形で展開しようとしました。しかしこれも愛知カバーしており、佐藤建設陣20ヤードからの攻撃となります。ゴールデンウィングスのキックオフで試合再開、キックオフボールを佐藤建設スタンディングベアーズ
リターナー13番相生明人選手、10ヤードのリターン。攻撃権は佐藤建設スタンディングベアーズに移ります。佐藤建設自陣23ヤードからファーストダウン10。パス不成功、パスインコンプリート。クォーターバック15番プレッシャー浴びながらワイドレシーバー19番にパスを投じましたが、パスわずかにコントロール乱れ、パス不成功となっています。佐藤建設スタンディングベアーズセカンドダウン。佐藤建設セカンドダウン10。さあここでランプレーを入れます。ランニーバック9番ハンドオフから右オープン展開し約8ヤードのゲイン。9番ランニングバック上野大輔選手の上野プレー、8ヤードのゲイン。佐藤建設サーダウン2、ボールオンは自陣31ヤード。佐藤建設スタンディングベアーズサーダウン。ファーストダウンまで残り2ヤード。ナイスラン、ファースター。ランニバック26番ドロープレーンより中央突破、相手ディフェンスを弾き飛ばすように前進しまして攻撃権更新です。佐藤建設ファースター。果敢なランプレーを見せましたのは愛知ゴールデンウィングス佐藤建設スタンディングベアーズ26番の宮下。26番宮下敦也選手の中央プレー、自陣46からファーストアウト。佐藤建設自陣46ヤードからファーストアウト。パス成功、パス成功。右に展開したワイドレシーバー19番にパスを通しました。ゲインは約9ヤード。佐藤建設スタンディングベアーズ投じました。ワイドレシーバー19番15番は近藤誠選手、鎌倉取りました。ワイドレシーバー19番は近藤、9ヤードのゲイン。佐藤建設スタンディングベアーズセカンドダウン。残り1ヤード。パス成功、ファースター。パス成功。クォーターバック15番ワイドレシーバー22番にパスを通しまして攻撃権更新です。佐藤建設ファースター。素晴らしいパス攻撃を展開しているクォーターバック15番は鎌倉、取りました。ワイドレシーバー22番は森山です。22番ランニングバック森山啓太選手、パス成功。佐藤建設スタンディングベアパスダウン10。ボールン相手陣35ヤード。パス不成功、再びパスプレーによってトップを図りましたが、このパスは17番ターゲットですがオーバースロー、パス不成功でセカンドダウンに変わります。佐藤建設スタンディングベアーズセカンドダウン。佐藤建設スタンディングベアーズセカンドダウン10。ボールオン相手陣35ヤード。ナイスランファースター。ここで佐藤建設ランニバック9番のドロップ、パスの裏をつくようにこのプレーが決まりまして9番左オープン疾走し攻撃権更新。佐藤建設ファースター。大輔選手素晴らしいランを決めました。ランニバック9番は上野、ファーストダウンを獲得しています。
佐藤建設相手陣23ヤードに入りましてのファーストアウト。佐藤建設スタンディングベアーズ敵陣23ヤードからファーストダウン点。QB サーク。ここでそのパスを通さずと愛知15番が殺到しました。 QB サーク、このプレーを投じる前に阻止しました。ラインバッカー15番松田孝弘選手 QB サーク。 チームタイムアウト。佐藤建設スタンディングベアーズ後半2回目です。佐藤建設ここで後半2回目のタイムアウトを取りました。佐藤建設スタンディングベアーズ後半2回目のチームタイムアウトです。さあここで鎌倉が順調にパス攻撃を展開していましたが、その一石を投じるかのように愛知ゴールデンウィングス15番松田の QB サックによりここで一旦プレーが中断する格好になっています。さあこのタイムアウトをうまく仕切り直す形になるでしょうか。タイムアウトときまして試合再開となります。佐藤建設ボールオン相手陣27ヤードからセカンドダウン14。さあこのパスどうなった。インターセプト、ターンオーバー、攻守交代。ここで鎌倉一気にエンドゾーンでロングパスを投じました。レシーバーとディフェンスの1対1でしたが、この勝負勝ちましたのは愛知0番。インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー、川川豊選手インターセプト。見事この状況でインターセプトにより脱出いたしました愛知ゴールデンウィングス。0番は荒川。愛知ゴールデンウィングス自陣1ヤードよりファーストダウン点。愛知自陣1ヤードからですが攻撃権を得ましてファーストダウンの攻撃に入ります。クォーターバック8番ハンドオフェイから自らキープ、相手の意表をつくようにして中央突破を図りまして約3ヤードのゲインとしています。クォーターバック8番三浦仁選手の中央プレー。クォーターバック8番は三浦、3ヤードのゲイン。愛知自陣5ヤードからセカンドダウン7。不成功。パス外へ展開しようとしたワイドレシーバー84番にパスを投じました。しかしこのパスタイミング合わずパス不成功です。サードダウンに変わります。愛知ゴールデンウィングスサードダウン。レフリータイムアウト、怪我人によるレフリータイムアウトを取ります。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入ります。
さあプレー再開です。愛知サンダウン7、まだ行く。さあどこまで行くか。ビッグゲイファーストダウン、パス成功、ファーストダウン。ここでヒアリン展開しました。ワイドレシーバー30番にヒッチパス、ブロッカーがヒアリン展開したとフォーメーションでしたので、ここでそのプレーが機能しました。今度見事なブロックを生かしまして、そのまま左を起こしそう、一気に陣地を中央付近まで返しました。愛知ゴールデンウィングス攻撃権更新しまして、ファーストダウン自陣45ヤードよりファーストダウン点。試合終了まで残り49秒。クォーターバック9番、ここでランプレーを自ら投入しようとしましたが、これは素晴らしいタックルを見せました。佐藤建設50番、このランプレー3ヤードロスを奪っています。素晴らしい反応で対応しました。佐藤建設50番は大本、愛知セカンドダウン13、3ヤードのロス。不成功。ここでパスプレーを通そうとしましたが、しかしこのパスショートしまして不成功となりました。第4クォーター終了、ここで試合時間がなくなりました。ここで試合終了です。 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催、試合終了となりまして、愛知ゴールデンウィングス27回、佐藤建設の3人のベアズレ点で愛知ゴールデンウィングスの勝利となりました。グリーンボールジュニアトーナメント交流戦、愛知ゴールデンウィングス、そうとも課題が多く残る形だったかもしれませんが、しかしその春最終戦を飾るさまざまな形でいろいろテーマを得ることができた素晴らしい試合だったと思います。双方ともナイスゲームでした。皆様長時間にわたりご観戦いただきありがとうございました。力戦を戦い抜いた両チームの選手にもう一度温かい拍手をお送りください。ゴールデンウィングス今週の戦いぶりをぜひ注目したいと思います。ナイスファイト、ナイスゲームでした。お客様にかつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。お手回りのゴミ箱はいじめから逃げ回るうちに身につけた快速を気にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず失意のあてにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間も戻り、脇を固め並みる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに足りなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。この試合をもちまして X3 リーグの春の公式戦は終了という形になります。これ以降は各チーム独自に行われます交流戦のみという形で
やがて訪れる秋のシーズンに向けてそれぞれが研鑽を積んでいく時期に入ります。ここにおられるさまざまな副寮法師たちはその研鑽鍛錬の夏を乗り越え再び試練激闘の秋を迎えます。その果てにこの本会の地を訪れるのが果たしてどのようなチームとなるでしょうか。その光景を楽しみとしつつ本日の配信終わらせていただきます。皆様長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は各チームの申し出に従いまして NFA 社会人アメリカンフットボール協会の許可を得まして実施いたしました。その配信を行いましたのは私道楽屋理社でした。機会いただけましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。